はい、こんにちは、ライムです。今回はパイレーツオブカリビアンコラボの、黒玉がですね、こちらが1000個貯まったので、この100連ガチャ、10連を100回してどれぐらい、まあ運極できるかなっていうことで、どれぐらい回せば運極ができるのかという目安になればいいかなと思って今回の動画を撮っています。ということで今回はこれ全部使い切ります。これをね、使い切ったところで一体どれぐらいのラックになっているのか、ひたすらな、まあ、やってくで長いと思うので、途中まあ早送りやらまあいろいろやっていきたいと思うんですけど、とりあえず星4と星5だけなのかな。で、一番レアなやつが金のジャックスパロウ。話を聞くとですね、1000回回しても一つも出ないっていう方もいらっしゃるみたいで、お、結構出るね。でももうバルボッサとジャック出たね。確率どんなもん、お、バルボッサ2体出た。はい、ということで20連目、もうどんどんいきますからね。バルボッサ出るね。やっぱ偏りはあるんだろうけど偏りはあるね。青い人いっぱい出るね。ウィル・ターナーが出ないな。はい、ジャック。お、今ここで30連目ですけど、ウィル・ターナー0と、これで40連目ですね。どうなんだろうね、ラックが1から5かな、 1から3までのランダム排出だっけ。あ、今度星5なしだ。はい、50連目いきます。え、バルボッサとジャック、ウィルターナーなし。はい、60連目いきます。60連して0。これもうどっかで止まったら確実にウィルターナーか、あとはもうジャックの銀か金のやつどっちかですね。70連目。はい、ということで一旦ボックス整理に行ってまいります。はい、ということで80連目いきたいと思います。さあどうかな。ビル出ないね。お、なんか出た。どれだどれだ、3つのうちどれ。お、出た、ビル出たね。ようやくここでウィルが1体、星5、3体ですね。はい、90連目いきます。あとここでね、どっかで止まれば銀と金のジャックですね。はい、100連目かな、いきます。お、ウィルが急に出だした。はい、110連目いきます。うーん、出ない。120連目いきます。はい、130連目いきます。
スセイですね、また。はい、ということで140連目いきたいと思います。お、いいね、3体出た。はい、150連目いきます。はい、160連目いきます。この人の演出だとなんだろうね、星5が絶対確定ってことなんだろうけど、多分ビルは普通に出るようになったね。はい、170連目いきます。はい、180連目いきます。はい、190連目いきます。はい、ここでカリーナがですね、もう早くもラックがマックスになりましたね、90。あとのカリーナはもう売っちゃおうかな、もうめんどくさいので合わせてるのも。あとはヘンリーか。はい、これでヘンリーもラックが90になりましたね。残りのヘンリーは後で処分したいと思います。それでは200連目お、ビルは、ビルは3体。やっぱ偏りってあるね。はい、210連目です。本来急にビルが出やすくなったりするかもしれないな。はい、押しようか。220連目いきます。おー、出ない。230連目。おー、出ない。240連目。はい、あーっとボックスだ。はい、ということで250連目いきます。ここまで4分の1は終わりました。260連目いきます。うん、4分の1終わったけど全然金と銀のジャックとかも出ないね。70連目かな。はい、280連目いきます。おお、4体。はい、290連目いきます。はい、ボックスいってきます。はい、ということで300連目ですね。はい、400連目いきます。300、10連目ですね。はい、320連目いきます。340連目いきます。そろそろ来てほしいな、金のジャックか銀のジャック。はい、350連目いきます。はい、ボックス。はい、360連目いきます。370連目いきます。出ない。380連目。はい、390連目。はい、400連目ですね。410連目いきます。
420段目。お、来た。どっちだどっちだ。おー、銀ですね。あとこれで金が当たれば、銀のジャックスパロウゲットおめでとう。これを、ゲットした銀のジャックスパロウ5体、5体をレベル9にするとゲーム内アイテムもらえる。5体だって。5体も。これはきついぞ。だって今これ420連生だよね。やっと1体だよ。430連目。これきつくね。これはきついわ。僕が運悪いのかな、これ。はい、440連目。はい、450連目。はい、ボックス。はい、ということで460連目いきます。470連目。はい、480連目。うっ、うおー、驚異の変利率、惜しい、逆に惜しいわこれ。はい、ということで490連目。はい、500連目ですね。これでついに半分。はい、510連目。500連してまだ銀のジャック1体だけか。はい、ボックス整理いきます。ということで570連目いきたいと思います。はい、580連目。はい、590連目ですね。はい、ということで次が610連目ですね。お、これは金のジャックが期待できるのではないか。いや、そろそろ金も銀もどっちでもいいからさ、また出てほしいな。そろそろ来ないと。はい、620連目。運が悪いな、全然出ないぞ、金も銀も。はい、640連目。お、銀かまた。銀が2つ目ですね。はい、650連目いきます。はい、660連目いきます。670連目。はい、ボックス整理。はい、680連目いきます。はい、690連目。はい、これで700連目ですね。はい、ということで710連目です。はい、720連目いきます。はい、730連目いきます。はい、ボックス整理、140連目いきます。はい、750連目いきます。
70連目いきます。はい、700、80連目ですね。はい、特殊整理いきます。790連目いきます。はい、810連目いきます。はい、820連目いきます。はい、830連目の前にボックス整理。はい、ということで830連目いきます。40連目いきます。はい、850連目いきます。はい、860連目いきます。はい、900連目いきます。そろそろ金のジャック来てくれよ、マジで。はい、910連目いきます。はい、920連目。30連目いきます。はい、940連目。はい、950連目。はい、960連目。これが最後のボックス整理かな。はい、ということで970連目。980連目。990連目。ラスト2回です。出ないね。結局金と銀のジャックが3体、金は0。これがラスト1000回目、1000連目か。うわー、出なかった。結局1000連したんですけど、金のジャックは0ということですね。とりあえず集計してみましょう。計いくつになったのか。まずウィルターナーが79、ラック79ですね。ウィルターナーが、はい、あ、78か、78ですね、すいません。で、ジャックスパローがですね、70か、ちょうどラック70。はい、ということで最後がですね、バルボッサ、バルボッサがラック75ですね。ということで、ウィルがまず
78、バルボッサが75、それからジャックスパローが70ということになっていてですね、結構バランスがいい感じになりましたね。どれかが一つがすごく偏ったりとかそういうのがなくてですね、はい、ただし、金のジャックスパローが0で、それから銀のジャックスパローも3体しか出ていないということで、まあ全然まだまだ、まあ運極もなってないので続行ですね。おそらくこの感じでいくと1000個でこの感じなんで、あと300ぐらい黒玉を集めればおそらく運極になるかなという感じがしますね。このウィルターナとジャックとあとバルボッサについては、金のジャックスパローとかが出るかは謎ですけど、とりあえず期間まだ全然あるので、あと、10日ぐらいあるので、まあのんびりやっていきましょう。まあ皆さんもこれを参考にしてい、いただいて、やるペースとか考えていただきたいと思います。それでは今回の動画はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。